というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。まあ一応ラーメン会というものを、まあしばらくやってると思うんですけど、前回のおばちゃんを見に行った人いたかな。だからやってねえんだって。日の出、食堂はついてなかった。まあでも日の出ね、中華料理のって写真見たらね、おばちゃん写ってましたよ。ああいう入り口のところにさ、その模型でさ、メニューがあるのって懐かしいでしょ。あれもう正直最近見ないね。ね、ああいうなんかちょっと学食とかさ、ああいう会社のね、あれとかならありそうだけど、食堂とかだってちょっとなんかありそうだけどね。もう今街で見ることはレストランでたまにねぐらいですけど、浮いてるスプーン、パスタを浮いてるスプーン、あれ見たことありますか。あります、あります。もうどうやって固まってんだみたいなね。なんであれフォークが必要なのかなっていうね。浮いて、まあわからんけど、定番だったけど、ありました、見たことありますけど。でね、翼くんもご存知だけど、つけ麺ってさ、もう今当たり前に食べてるでしょ。正直、はい。翼くんは初めてのつけ麺ってどこで食べたんですか。東京です。東京に来て、三田製麺で初めて食べた。三田製麺所。そう、僕この間三田製麺所行きました。おお、いいですね。美味しかったですか。めんどくせえ。ん？めんどくせえ。僕が入りました。まあ、店員が暇そうに横にいます。はい、じゃあまあどうせここはほら濃厚つけ麺だなと思うから、めんどくせえ、じゃあこれをっつったら、あ、モバイルで注文してください。めんどくせえなあいた。そうなの。ほんでいちいち LINE でさ、あの QR 読み込んでさ、なんか誰もいねえし、店員拭いてんのに、なんでコードロー入れじゃねえかと。まあね、めんどくせえ。それでも多分そこだけですよ。ほんと、僕吉祥寺とかのあれなんか嫌な予感はしたのね。なんか全部の席にこの QR で置いてあるから、まあだから普段忙しいお店なんですかね。どうかね、まあ遅くまでやっててね、夜になるとなんかテーブル席の方だけ4人組のなんかサラリーマンとか座ってたりとか、カウンター席は意外とガラガラだったりするんだけども、まあでも食べてみて、しょっぺえ、しょっぺえ、しょっぺえ。この僕がしょっぺえっていうのはなかなかないよ。まあまああんま聞かないですけど、まあもうなんかまあ この系統ねっていうのをこう魚介つけ麺ってしょっぺえ。マジ、これなんなら最初からスープ割りしてもいいかなとか思って。そう、そのぐらいしょっぱ。そうなんだ。何にしてもまずこの手間取っちゃう。まあそこに関してはもう別に手間取っちゃう。その店だから。あれ俺カードリーダーダウンロードしてねえやっとこから始まった。めんどくせえ。まさか LINE のとこでできると思わなかったのよ。あ、なるほどね。そうですね。今ね、あのあれかできるけども。そうそう。はいはいはい、はい、一瞬カードリーダーダウンロードかなとか思っちゃって。あのわざわざね、あのアプリでね、カメラで QR 出るってありますから。そうそう。あ、そう。にしてもめんどくせえ。まあでも僕は初めては見た製麺ですよ。でこれを注文してさ、受けたまわりましたってさ、で会計もなんか押すとさ、あ、なんかもう会計はもうちゃんと伝票置かれるのね。で現金でやるのよ。なんかそれがだから矛盾してんなって。だったら全部このね、やっちゃえよ、電子マネーでやるっていうならまだわかるよ、あの西口地下みたいに。はいはい、そうじゃない、会計は金でやってるの。ほんでなんかありがとうございましたとか画面出てきてこれ表行ってからもう嘘ついて頼めんじゃねえのとかちょっと思ったら、もうなんかあの生産するとそこ消えて、ああそうなんだ、そうそうそう。まあそれそうか、いたずらできちゃうんじゃないこれぐらいのね。ちょっと思ったけど、思ったけどね、しっかり対策されてる。そうそうそう、まあそんな感じですよ。それが初だったんだ。僕は本当に三田製麺でつけ麺を初めてで美味しいと思ったんで、これ僕がつけ麺初めて食べたの弥生亭。弥生亭、あれ弥生亭、弥生亭、これ弥生亭。今事務所を出ますと、事務所を出て布団屋さんありますね。うん、ありますよ。その横側にペットショップありますね。あります、トリミングのお店。はいはい、あそこが弥生亭だった。そうなんだ、弥生亭。これラーメン屋さん。これ何かというと、まあ、大衆中華屋さんなんですよ。いや中華カウンターだけの、はあ、ね、もう本当に小汚いおっちゃんが鉄鍋振るってるような、ね、でも背中めっちゃ狭くて、でもカウンターだけビシッでもお客がいつもビシッ、はあ、美味しい。ここで僕は高校の同級生とフラッと立ち寄って、つけ麺ってなんだって思ったのが高校の時ですね。そんな前からあるんだっていうと僕ちょっとあれですけど、なんなら僕は本当にこの辺りだとそこが初めてじゃないの。へー、はいはいはい、うん、でも聞きました、つけ麺って何って。確かに分かんない。盛りそばのラーメン版だよって言われました。もともともねえけど、そうだね、盛りそばって知ってんだろ、それのラーメンだよ。はい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 、要するにつけて食うんだって。ただこれだけですよ。はい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 。でね、まあどんなものかというと、本当にもう冷たく茹でた、あの茹でて水でね、締めた麺と、本当にシャバシャバのつけだれ。シャバシャバな。そう、なんならですね、翼が恐怖の油丼食べましたね。背油丼を、はい、あそこの、まあ、本店の方も、つけそばだったんですよ。うんうん、でも本当にシャバシャバ。へえ、うん、でもそれがまあ元祖。でもそこは味噌と醤油があった、弥生亭は。はい、これが僕は本当にでもなんか面白いなって、ラーメンをこんな、まあ
ね、確かに、うん、だからこういう感覚よ、うんうん、僕の最初の頃って、はい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 、でもそこの弥生って、うん、何がうめえかってチャーハンがうまい。おいおい、また出たぜチャーハン。このチャーハンがほんとうまくて、あ、そう、なんだろうな、僕にその10代の時の僕なんだけど、めちゃくちゃあったの。何かっつうと油ギッチョギチョなんですよ。ええー、テカテカしてる、輝いてる。このおじちゃんおばちゃんは胸焼けするぜこれって思うぐらいのテッカテカなのが、ブラ、高校生の僕にはもう、まあね、いいエネルギーになるのね。美味しいわな。なんだここら辺テッカテカになるぐらいの。はいはいはい、うん、そうね。ちょっと生姜が上に乗っかっててね。ああ、いいエッセンス。でもこれが本当にうまくて、いつも大盛りチャーハン大盛りっつって食ってました。はあ。でもあるところでなくなっちゃった。これ大行列、行列はしないけど常にびっちりのお店ですよ。それが突然なくなった。お店何になったかっつうと、麺屋無双とかいうお店になったのね。完全ラーメン屋、これ完全にもうなんていうのかな、北海道系のインスパイアじゃないけども、よくありがちな味噌塩醤油揃えて、でセントラルですよ。あら、僕最初行きました。もうなんかね、店員がもうなんか中国人だか何だかよくわかんない、まあ、この当時に外国人ってまあまあ早いよっていうことか、はい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 、もう放棄してんなおいってぐらいのね、はい、いきなり味噌ラーメンとかでしょ、もうパックから出すのね、味噌のスープ、見せるな見せるなセントラルをと、せめてそうだね、もうこのレベル、はあ、それちょっと、そうちょっとやね、あ、もうこんなレベルだ、もうすぐ潰れた、すぐ潰れたよそれ、そうだな。ほんで次はペットショップ、あ、それでも今、そう長いね、あそこ、こんなんです。へえ、僕は本当に遡るとね、つけ麺ってもうこんな時から食ってる。でも、まあ、美味しかったんですか一応。まあ、もの珍しい美味しい。ああ、なるほどね。うん。だから別にほら、この当時って、ラーメン屋ってものがないから、もう口の中は大衆ラーメンの味だから。はいはいはい。あ、これをつけて食ってるわけでしょ。だからもちろんスーパーなんか知らねえよ、そんなものはね。はい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 。あ、だからちょっと濃いんところにつけてんだなっていうね。なるほどね。あ、それはあるんか。で、なんか、そばは当たり前のように今まで食ってきたけども、これがラーメンの麺で、中にほらチャーシューだとか、まあ、具が入ってるわけでしょ。なんかちょっと高校生ながらに、面白いな、思いながらやってました。なるほど。それが初つけ麺。そう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 。だからもうそこから考えると、もう一気にああいうね、麺屋武蔵とかそんなところまで行っちゃうんじゃないかなっていう。あ、もうじゃあその次どんな、そうだから新宿で言ったらもう本当に拳だとか麺屋武蔵とか、はいはいはい、もう本当この辺りだからね、ラーメンブームの先駆け。うん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 。かつて僕が前職の時に、ラーメン大戦争、はい、天下、統一とかなんだって番組をやりましたよ、はいはい。まあ、これが麺屋武蔵、うん、なんつってチャブ屋、この3点、これが決勝に残った、はいはい。そしてみんなもなんだかわかんない腕組みしたスチールを取りましたよ。絶対これね。うん。ほんで優勝したのがメインヤムさん。はいはいはい。ね、その時にどっちの料理賞内でやったもんだから、うん、もうちゃんとこのね、あれですよ、ホテルの大広間を取って、で関口さんとか草薙剛君とかいる中でやってたわね、はい。ああ、すごいことですね。で僕ら撮影班、撮影側ですよ。撮影班3点誰も食べたことなかった。だってなんつっては神奈川だしね。まあまあそもそもね。いや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 、行ける距離やん。何も食べたことない。なんでやねん。でも新鮮じゃないか別に。へえ。うん、それはいいんじゃないのと思う。まあまあセッティングするまでがね。うん。だからね、まあ本当にまあこの間のね、まあ、その三田製麺所じゃないけど、はい、やっぱさ、つけ麺ってさ、僕大好きなところで言うと、うん、安部。はい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 。うん、紹介はしないけどね。でもこの安部は、あれおかしい、まあ例えばつけ麺ってさ、うん、何ってやっぱさ。熱さってすごい大事です、はいはいはい、うん、これがさ、もやしとかなんだとか入れちゃうといっぺんに冷めるのよ。しますね。ね、だからこそなんか焼いた石を入れて、うん、もう一回温めますよみたいな鉄みたいなところもあるよね、はい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 、ありますあります、うん、まあ、だから本当にやっぱぬるいっていうのはさ、ちょっと致命的で、まあ、例えば家系のラーメンでもあんまり熱いのないのよ。そうですね。なんでか家系のラーメンでちょっとぬりいの。なんかもう熱々ってのはあんまないかも、ね、あんまりないでしょ。はい、大体ぬりいのよ。家系とか、ね、うん、あと二郎系もそうなんだけど、やっぱもやしとかあんだけ入れちゃうと冷めるぬるくなるのかな。あ、うん、なんかやっぱ熱々で食いてえなとか思うんだけど、はい、もう熱々で思い出しちゃった。熱々から、まあ、1点紹介しますよ。あ、安い。これはもうね、カップラーメンにもなってる有名店よ、はい、なんならもうそれこそ大正軒だとか、まあ、この系統の魚介の先駆け、はい、もちもちの木。あれ、もちもちの木、もちもちの木絶対違うんですけど、僕国語の教科書で読みましたけど、もちもちの木、それはもちもち木っていう童話かなんかじゃないの。もちもちの木ってあります。違うんですよ、もちろん、はい、これもちもちの木、かつてはお滝橋通りと
税務署通りの交差点のすぐにあったのが、うん、まあ、ちょっと奥に場所を変えたんですね、はい、で地下に降りるお店があった、うん、まあ、場所で言うと、うん、あの家系の一蔵屋のちょうど向かい側にあったんです、電子学校のすぐ横がありました。これで地下なんですよ、うん、ちょっと見にくいっちゃ見にくい、うんうん、でもこの当時本当もちもちの木ってすごいなんか話題になってて、美味しい中華そば、中華そばだから本当に大腸圏とも言い方が同じなんですね、はい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 、でまあそこ地下におりますよ、はい、入っていくともうバーかよってぐらいだだっ広いです。ほーっていうかこれバーだったよねっていう犬木そうなんですよ。いやいやね、でまあそこです、うん、はい、でもちもちの木、うん、まあ中華そばだから、うん、まあ、これ中華そば頼みます、うん、はい、来ます、ボンと来た。まあ何にしてもこのね、上はラードでコーティングしてるんです。へぇー、うん、でも湯気も何にも出てる。おぉ、まあ、中華そばでしょ、はい、まあスープスープスワッチャあっちんだこの味いやいやいや、びっくりだな、おわっちゃなんじゃこりゃってぐらいそんぱんになるやつ、もう激アツですよ。どうやってあ、コーティングしてる、コーティングしてるから湯気が出てないだけで、その下ラードをこう溶かすと、うわぁ、それでいてこのもちもちの木、ああ最後までフーフーしないと食えない、すごくねそれ、もう激アツよ、最初から最後まで300度ぐらいあるじゃないの本当に口の中血だらけよ、普通に言ったら火傷間違いなし、まあそういうことですね、危険なんだよ、だから危ねえなそれ、だからもう下よ火傷、まあ、完全下ここ行くとどうしてもどっか火傷するの、どんな気をつけてももう腹減ってからこっちもさ、まあね、うん、いつまでも夫婦やってらんねえのよ、そのうち食っていくね、そうまずスープ飲みたいでしょ、当たり前だよ、スープあっちゃなるわけよ毎回なるんだ、もうこの時点でやってんの軽くね、そうですね、もう正直味覚ちょっとおかしい、どんなに夫婦してもスープ飲む瞬間にまたやってんの飲めねえじゃん、冷めねえんだから、すごいよそれ、これがもちもちの木です、どうやって、まあ、でも僕が食べた時にはもうなんつうかね、この時代は終わったよなっていう、あー、ちょっと一昔前味なんですよね、はー、でやっぱりこのね広さ、うん、ものすごいおしゃれでいいんだけど、うん、やっぱり3組ぐらいしかお客がいないわけですよ、少ない ね、 ね、だからもう本当に丸テーブル 3,4 人座りの丸テーブルをいいスペースで置いちゃってるぐらいのね、あで壁にもカウンターがあるんですよ、もちろん、はい、バーっぽいカウンター、ね、そうですね、ああいうことでしょ、だけどもう本当になんかこの3席ぐらいあればいいんじゃねえのぐらいの客しか入んないわけですよ、もうなくなっ、なくなっとるよね、現状もちもちの木って今ねちょっと調べといてもらいたいんだけど、うん、どっかにあんのかなってぐらい、もちもちの木ラーメンですよね、うん、カップラーメンでだって味がさもちもちの木ってだけで、熱さは普通のお湯だからね、これね、パンだって家庭でやるからね、何したってこのもちもちの木は激アツ、そんなラーメン、これしか浮かばない、味わい、だってもう最高まで熱いんだよ、いやだからすごいけどさ、すごいのよ、逆にどういうだけど、やっぱり麺が伸びてなあ、もう、うん、これはしょうがない激アツだから、まあね、伸びちゃうのよ、まあゆっくり食べるしかねえし、やっぱりなのね固め頼んで、だからもう何回も固めとかも問題じゃないよね、そういうことでもないのか、何回やっぱ残念でしょうがないけど何言ってた、熱かったよなあそこなってぐらいしかそれ潰れるわな、もうスープ的には本当にオーソドックスな魚介系、ああうん、ドシンプルっちゃドシンプルよ本当に、まあ味的にはそういうことですね、まずいわけがない味だけど、何にしてもそこの熱さを超える店なんか出てこないよ別に誰もどうやってこの熱さにしてんのかがもうわからないんだから、聞いていいけどさ、絶対火傷しちゃうんだからこれ、いやなんかすごいですね、初見はいや無理よ、ね、なんなら本当に熱いよと誰かが言ってくんないと湯気も出てないから、うん、まずスープ行ってズー行っちゃうからね、まあ、いつもね大火傷でも出だしたらめくれる、いやもうもっちゃだ、やべえの、だから本当にもちもちのキックった後はいてんだから口の中で、いやもう絶対やってんの軽く、それだって2日ぐらい引き取るでしょ、下手したらこれね賠償とか出されてダメになったかもしれない、ね、イシェルのために熱すぎると、これ今の時代だからやばいかもしれない、いやまあ確かに本当にね火傷したらありえますから、本当にそんなそのぐらい危険、まあ、それ潰れてよかったよ、そしてフーフーしないと食えないでしょ、うん、食べきんのも大変なのよ、まあということですわな、そうでもいっちゃうのね、どちら飽きちゃうのね、最悪やん、うん、だからもう美味しいとかじゃなくて熱いしか出てこないわけ早く食べたいのに食べれないと逆にもどかしくなって最悪や本当に、何そんなこと言うのかな、ペッコペコなのにもうガイずっとフー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 してるわけそうそうそう、もうこんなんなっちゃう、ダメ、ね、お腹空いてる時にこれがもちもちの木です現在新宿にはないまあ一応調べてみます、あるんであればちょっと発見して、はい、この暑さを受け継いでるのかどうかっていう、はじゃあちょっと暑いで検索しますね、うん、まあそういうこと今回もちもちの木でした、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。